ls の例、ls はックスおよびシングルユニックススペシフィケーションで規定されているコマンドである。ファイルの一覧を表示するコマンドである。ls は at&t ユニックスの最初のバージョンから存在していた。その名称はマルティックスに存在した類似のコマンドから継承された。現在使われている主な実装にはフリーソフトウェア財団によるものとフリーブスド、 オパンブスド、ネットブスド、ダーウィンなどの BSD 系システムで用いられているものの2つがある。どちらもフリーソフトウェアであり、オープンソースである。ユニックス系のシステムには、現在ユーザーが作業を行っている、ファイルシステム上の場所を表す、カレントディレクトリという概念がある。LS は引数を伴わずに起動された場合、カレントディレクトリのファイルの一覧を表示する。 引数にカレントディレクトリ以外のディレクトリを指定した場合、そのディレクトリのファイル一覧を表示する。また、ディレクトリやファイルのリストを引数として指定することもでき、その場合はすべての指定されたファイルとディレクトリ内のファイルの一覧を表示する。そのディレクトリ自身を示す、や、親ディレクトリの、おはじめ、各種設定ファイル等のファイル名の関連である。 で始まるファイル名を持つファイルは標準では表示されず、表示するには明示的に A オプションを指定する必要がある。オプションが指定されなかった場合、ls はファイル名のみを表示する。しかし、この形式ではファイルタイプ、パーミッション、サイズなどの情報がわからない。ls には、 表示形式を変更するオプションが多く存在するが、最も一般的なものは次に挙げたものである。一部の環境では、カラー、または G オプションを指定すると、ファイルタイプによって異なる色で表示される。表示する色を決定する際、フリーブスドの LS では、ファイルタイプとパーミッションのみで決定されるが、GNU の LS ではそれに加え拡張子によっても、色を変えることができる。 このようなオプションを指定した場合、LS の出力は次のようになる。BRWRR1 ユニックス界、スタッフ64、64やん275時52分、ブロック。CRWRR1 ユニックス界、スタッフ64、255やん263時57分、キャラクター。RWRR1 ユニックス界、 スタッフ290やん2614時8分、コンプレスト、ジーズ。RWRR1 ユニックス会、スタッフ331836やん2614時6分データ、PPM。DRWXRWXX、2ユニックス会スタッフ48やん2611時28分、ディル。RWXRWXX、w X R w X X 1>, 1ユニックス会スタッフ29やん2614時3分、エクセクタブル。PRWRR1 ユニックス会、スタッフ0やん2611時50分、ファイフォー。LRWXRWXR、WX1 ユニックス会スタッフ3やん2611時44分、リンクマイナスディル。RWRW1 ユニックス会。 スタッフ217や2 6十4時8分、レガヤラーファイル。ls には他にも多くのオプションが存在し、それらは万ンページで調べることができる。次の例は2つの異なる引数を与えられた時の ls コマンドの出力の違いを示している。ドル p w d ホーム、フレット、ドル、LS、l s l d r w x r r 1フレット。 エディターズ4096ドラフツ。RWRR1 フレッドエディターズ3405エディションマイナス32。RXRXRX1 フレッドフレッ千8460エディット。ドル LS 回。ドラフツ。エディションマイナス32。エディット。ここで、ユーザー、フレッドのホームディレクトリには、ドラフツというディレクトリ。 エディション -32 という通常のファイル、エディットという実行可能ファイルが存在することがわかる。ls はユーザー、グループ、世界がファイルに対しどのようなパーミッションを持っているかを表現するために特別な記法を使っている。パーミッション部分の最初の文字はファイルの種別を表している。残りの部分は三文字ごとのブロックに分けられ、r、w、x はそれぞれ読み込み、 書き込み、実行の権限が存在することを意味する。最初のブロックは所有ユーザーの、二つ目のブロックは所属しているグループの、三つ目のブロックはその他の場合のパーミッションを表している。上の例では、ユーザーフレッドは、エディションマイナス32を読み書きできるが、実行はできない。エディターズグループのメンバーはそれ以外のユーザーと、同様、エディションマイナス32を読めるが、 書き込んだり実行したりすることはできない。詳しくはファイルパーミッションを参照のこと。ありがとうございます。